田心が声変わりしました。就任しました、寺田心です。キモ、偉いじゃん。俳優の綾野剛らの事務所トライストーンエンターテイメントが先日 SNS のガセ投稿について理解して法的措置を取ると発表したい。私はやってないよ、やってないよ。未成年とお酒飲んだとか言ってないよ。言ったのはガーピーだよ、ガーピー。なんかこの事務所、政治家様ととても仲がよろしいみたいなので、ここはへこいぞ、こびます。そんでこの暴露野郎ガーシーが2月から綾野さんのインクリ問題を告発して以降、事務所が声明を出すのは初めてで、綾野さん対ナチグロガーシーと司法の場で全面対決みたいな。頑張れ綾野さん、 NHK をぶっ壊せ。そんな N 国総統がガーシーの YouTube 収益を大暴露、月額4,500万円。あ、ガーシー様、金貸して。で、綾野さんの事務所は13日、公式サイトで現在インターネット上での弊社及び弊社所属タレント等の名誉を毀損し、業務を妨害する事実無効の投稿が複数なされております。うんたらかんたら。従って、しかるべき法的手続き等の対策を、じゃない、対応を行っております。ただかた。資本にしばかれる。そこで身長180のナチグロンは、あ、なんやろお前、あ、なんやろお前、お前こういうことしか考えつかんのかお前、お前事実無効ってな、お前 LINE も写真も本人登場も証拠ないって貫き通すんやお前、お前テレビ局やスポンサーに言われてやってんの分かるけどお前、お前これは一番あかんやろお前、お前放送日まで早めて必死なん分かるけどやな、もう冷静ちゃうやん、因果すんなすんと怒りの反撃ツイート。お前何ヶ月か前の週刊文春では、事務所サイドは法的措置は全然考えていないと否定していたのにいきなり攻撃、これは称賛あるかもしれんね。ここで事務所側の声明でポイントになるのは、法的措置を取る表明ではなく、法的手続き等の対応を行っておりますというところ。そう、実は事務所が水面下で弁護団を結成していて、その弁護士は少なくとも3人。1人目は名誉毀損を得意とする敏腕弁護士、やべえ。2人目は東大卒の超エリート、 SNS の誹謗中傷を得意、あが。3人目も東大卒で元 BPO 委員、これもあかんわ、強すぎるわ。そんでガーシーの味方は N 国と田村と7000人のクソビッチ、経験人数なら勝てそう。これどうなるんだろうね。まあ、それは置いといて、そんな中ドバイのコロンボは、フジテレビ社員が先日、チャイマ所持で逮捕されたことに関して、このフジテレビ社員とスマップ中井くんは、親交が深いと関係性を暴露。そんでもってニュースポストセブンでは、その逮捕されたフジテレビ社員が所持していたチャイマは、なんと160回分相当。これ完全に売人じゃね？いや、バイヤー！チャイマが、チャイマが、キングアドマーよ。そんな中ドバイのクロミちゃんはライブ配信で、このフジテレビ社員がスマップスマップの担当ディレクターであり、中井くんがめちゃくちゃ可愛がられていて、中井くんに近しく一緒に旅行行ったりする中、この件がめくれると中井くんめんどくさいことになるんちゃうか、かんだと笑顔満面ガーシー。スマップのメンバーの薬の噂はかなり前からあるけど、火のないところに煙は立たぬ、もくもく。大丈夫か中井くん。ジャニーズの力も弱まった、どうすのさ。そしてさらに追い打ちをかけるように誹謗中傷の刑罰下でガーシー、いや私たち芸能系 YouTuber たちは追い込まれてきています。まあそんな感じなんですが、今回別に私誹謗中傷してませんからね。でもね、綾野剛にはこう感じました。あーってかの、おっと、これは全く関係ないのですが、おーよちゃんの俳句を紹介します。嘘つくのやめてもらっていいですか、フランスかぶれってこと。